りました3月4日の暗号通貨ニュースでございます、えー、今週もスタートしてね、もう、あらゆるコインが値上がりしてますね。まずはビットコインから行きましょうか。950万で、ビットコインが1000万円なんてね、夢物語のように私たちも思っていました。当時、ビットコインが10万円を超えるかどうかっていう論争がありましたけどもね。そのうちにビットコインが100万円を超えるかどうかっていう論争になっていた時には、ビットコインは30万円前後でした。で、この頃ね、ビットリージョンになる 怪しいビジネスが流行って、まあ私もそれに巻き込まれてしまったというかね、参加してしまったがゆえにですね、5ビットコインを失うことになってしまいました。<laughs> なんとも情けない話でございます。現在の価値で言うと5000万円ぐらいになりますよね。いや、そういうふうにね、あの、うよう曲折を経て、まあビットコイン失いかけたわけですけども、でも、複数の投資で立ち向かっていく、それが暗号通貨戦士でございます。 え、イーサリアムはね、100万円ぐらいになるかなと思って保有している部分がありますけども、イーサリアム現在50万円を安定で超えてですね、まあこれから本当に100万円に向かっていくんだよな、かろうかと。ビットコインが1000万円に向かっていくのと同じようなドラマを半周遅れでイーサリアムが追っかけているっていう感じですかね。 えー、そして、えー、XRP。XRP はね、一時期もっともっと値段が高かったんですけども、そうですね、だいたい200円で売れればあ、ラッキーみたいな時がありました。えー、その頃のね、えー、思い出。 暗号通貨ニュースをずっと長い間聞いていただいている方の中には、この XLPR でかなり大きな利益を上げた方もいることだと思います。えー、ことの発端は、XRP が1円だった時代に、あの、有名なヨザ翼ツバさんが1億円分買ってね、値上がりした時に売り抜けて、えー、大金を手にして、その大金でもって不動産を買いまくって、さらに増やしたみたいなストーリーがあったわけですけども、一度値上がりした XRP でしかも有名通貨ですから、もう一回上がるんじゃないかなと思って、 購入を進めたところ40円前後からの購入金額が一気に200円前後まで行ったってことが2度起きましたんでね、えー、2回チャンスがあったわけですけども皆さんは乗れたでしょうかはいで体の枝ですけども長い間詐欺コインゲームコインカジノコインと言われていたんですが実際にプレセールで0.2円で手にした方が結構多かったと思います現在はどうですかね0.2円で手に入れた方がね今この金額になってますよもう言うことないですよね で、体の上場後も2円とか3円とか5円とか7円とか10円以下をずっとね、横ばいしてたわけなんですけども、その頃に購入した方もね、やきもきしたかもしれませんけども、今、どうですか ?50 倍ぐらいになってるでしょ買っててよかったって話じゃないですか。さあ、今日のテーマなんですけども、芝犬です。芝犬は、この放送を聞いてらっしゃる方、1月に初めて芝犬を買いましょうって話をね、私から聞いたと思います。当時の価格が0.0014円以下。 だから私はこう言いました。0.0014円以下で買ってくださいと。0.0014円を超えたらもう買わないでください。逆に売ってくださいって話をしました。それから2ヶ月を経ってね、今芝犬は0.003344ですから3倍ぐらいになったってことなんですよ。ここで重要なのは芝犬を利確してくださいってことです。ね。利確してですね。そして元金を確保して、利益を、得た利益でもって追撃ですよ。ね、こうすると、 芝犬が暴落したり、ボカーンとなくなっちゃっても、とりあえずマイナスにはならないでしょ。で、多くの方の失敗の原因はここにあります。どういうことかっていうと、う1月に買った芝犬がご覧のように値上がりした時に、よーし、もっと買うぞって言ったら、ここに追加資金を入れちゃうんですよ。ね。今は魚値掴みだと思った方がいいですよ。もちろん、こっからね、値段をどんどん上げていって1円を目指す。それを私はね、えー、淡く信じておりますけども、でもね、 一円になるかどうかなんて分かんないじゃないですか。でも、今日の含み益は、今日、利益にできるわけですよ。リアルな現金を手にして、バーチャルな未来の億万長者の夢、これはほどほどに見とった方がいいです。少なくとも、元金は抜いてください。それでも結構残るでしょで、残った分で一円また目指せばいいじゃないですか。まあ今日お話したいのはそういうところですね。はい、じゃあ以上です。